テルモプロテウス木は、テルモプロテウスズナに属スクレン古細菌の目である。多くが、長径2から10ミュほどの棒状の外観を持つ、寒菌で、高温を好み、硫黄が豊富な陸性熱水系を中心に生息する。増殖温度は、おおむね70摂氏104度、中性化弱い酸性環境を好む。主な分離源は流行線や、熱水噴出口であり、この他地熱発電所、 鉱山からも単理されたことがある。大半が、嫌気条件で用を還元して、水素や有機物を代謝することで増殖するが、一部の種例えばパイロバキアラムエロファロムのように、小酸種をや酸素を利用する種も知られている。一般的に、高熱、クレーンアーキオータは、ヒストンを持たないが、テルモプロテウス木については全ゲノムが解読されている、四属のうち、 三族からヒストンと相当性のある遺伝子が見つかっている。このほか、一般的なクレーンアーキオータとの違いでは、細胞分裂時に単純な二分裂ではなく、質が起こす点が独特である。細胞分裂に関与する遺伝子は、今のところ特定されておらず、ほとんどの原核生物の分裂に必須である、FTSZ やミン、テルモプロテウスメ以外のクレーンアーキオータや、 タウムアーキオータが細胞分裂に使用するエスコートいずれの遺伝子も発見されていない。一方でアクチン様タンパク質の存在が確認されており、細胞分裂に関与すると予想されている。ありがとうございます。